はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、つくもゆうまです。さあ本日なんですが、診断で追加された分裂するマザースパイダーというモンスター、皆さんご存知でしょうか。このモンスターね、めちゃくちゃ実は強いんですよね。これ可能性の塊でございましてですね、どういうことを持ってるかというと、レベル5の闇属性昆虫族、っていう、モンスターで、結構珍しいステータスしてるんですよね。で、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、手札から特殊召喚できますよということで、すごい緩く特殊召喚ができます。これめちゃくちゃ優秀です、一番の効果。そもそもだからまあ何のレッキにいやあのぶち込んでもらっても別に特殊召喚できるんで活躍してくれると。で2番目の効果、このカードをリリースしてると手札デッキからベビースパイダーを3体まで特殊召喚できる、まあ、つまり1枚が3枚になるんですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。でこの効果で特殊召喚したモンスターはレベルが5になって、エクシズ召喚ソライトする場合、闇属性のエクシズにしか使えないよ。でこの子の発動後、自分はエクシズモンスターしかエクサーキから特殊召喚できないよと。だからエクシズ縛りがつくし、闇属性 のエクシズ召喚にしか使えないけど、ベビースパイダーが3体レベル5で出てくると。だからこいつが分裂してレベル5レベル5レベル5になるんですよ、召喚権を使わずに。やってることクソ強くないですか。まあ課題はね、このベビースパイダーっていうかゴミをね入れなきゃいけないので、まあゴミって言い方言わないか、要は素引きしても使えないモンスターを入れなきゃいけないので、このマザースパイダーからこれを出してくるためにこれを3枚入れなきゃいけないっていうちょっと弱点はあるんだけど、これ通ったら召喚権使うとレベル5が3体になるんでめっちゃ強いんですよ。で今回はこのギミックにホープのギミック足してくるとガチでやばい制圧場面できるんですね。分裂するマザースパイダーでランク5を2体立ってから、まあ、未来利用とか言ってもいいし、今回はドラグニックハリバードとか出してくるようにしてるんですけど、こういうモンスターを立てて、でさらにホープの展開していくとなんかね、盤面が全部埋まります。で11個あるじゃないですか、エクストラモンスターゾーンと自分のモンスターゾーンと魔法トラップゾーン、盤面が全部埋まるっていうマジでやばいムーブができるので、今日はねちょっとそれをねお見せしていきたいと思います。先行8妨害ぐらいいきます。先行番アルティメット先行番長デッキ爆弾しました。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。いやハンド強そうこれ。いやマジでこれちょっと止められたくないんだけど、いやね誘発受けめっちゃ弱いからこのデッキ本当にねゴミなんですよね、その辺が。まあここでうらら受けられるから、まあ一応ねリリースして分裂するぞ。おうららも増陣もなさそうだな。一応分裂するマザースパイダーがうらら受けてくれるんで、まあ割とねその後の展開が通りやすいっちゃ通りやすいんだけど、ちょ増地ありえん重いからちょそこだけですね。でゼアルウェブン、ドラゴニックハルバードの効果に発動、ゼアル魔法トラップカードを1枚手札に加えていく。でここでまあゼアルフォースでよろしいですね、これは。はい、ゼアルフォースランクアップマジック、ゼアルフォースを手札に加えていく。そしてですね、ベビースパイダーの効果、オーバーレギュレットを一つ使いながらライフを半分払い、自分の墓地の闇属性モンスターを特殊召喚、分裂するマザースパイダー再び現れろ、そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシエンス召喚 DDD 狙撃を打てる、そして狙撃を打てる1体でオーバーレイネットワークを再構築。あ、これちなみにここで未来利用を出せます。はい、ここで未来利用も出そうと思ったら出せると、結構強いですよね。そう考えると、まあ、今回はちょっと圧倒的最強盤面を教えていこうと思っておりますので、こっからオノマトピックを発動。これちなみに今の僕召喚権使っておりませんので、はい、でオノマトペアを持ってきて、でオノマトペアの効果を発動、手札を1枚墓地に送ることによって、デッキからオノマト系のモンスターを2体まで手札に加えることができる。これによってオノマトペアと、そしてドワーフ手札に加えていく。そして、希望をオノマトピアを攻撃表示で召喚、オノマトピアの効果発動、手札のオノマトモンスターを2体まで特殊召喚できる。はっはっ、そして、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、あらあらのゼアルサーバスホープステージ、そしてホープセージのモンスター効果、オーバーエミットを2つ使い、デッキから、ゼアルサーバスモンスター1体を特殊召喚できる、あれあれのゼアルサーバスアセンドセージ、そしてズババン長ガーコードの効果、
自分の星からゴーゴモンスターであるオノマトペアを特殊召喚していく。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、ここ2体、希望をホープダブル。そしてアセントステージが、素材になってエクシーズ召喚に成功した場合の効果と希望をホープダブルの効果を発動。オーバーレイトを1つ使い、デッキからダブルアップチャンスを手札に加え、そして自身の上にホープモンスターを重ねてオーバーレイネットワークを構築できるぜ。いけ重装合体ライオンホープレイ。よし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 、いいぞ、整ってきた。そして、自分の墓地の、ドロドワーフの効果、ゴゴゴモンスターまたはドロドモンスターが存在するため自身を墓地から特殊召喚。レベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ。我が戦いはここで始まる。白き翼に望みを託せ。希望をホープ。そして希望をホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築。現れろ。希望をホープ1。そして重装合体ライオンホープレイの効果、オーバーレイネットを1つ使い、デッキからゼアルウェポンカードを1枚をこのカードに装備することができる。そしてドラゴニックハルバードの効果、フィールド上の希望をホープモンスターにこのカードを装備することができる。3000ポイントアップ、攻撃力9000。やば、攻撃力やばすぎ。そして、ランクアップマジックゼアルフォースを発動。ゼアルフォースの効果によりフィールド上のエクシーズモンスターを一つ高いランクにエクシーズチェンジさせる。あらあれを重装合体ライオンホープレイ。そしてデッキからゼアルウェポンをデッキトップに置くことができる。そしてゼアルフォースの効果、ライフポイントが相手より2000以上少ない場合このカードをゲームから除外し、カードを1枚取ろう。そしてハイパーランクアップマジックユートピアフォースを発動。ユートピアフォースの効果によりシャイニングナンバーズ39希望をホープアームの上に重ねてナンバーズ99希望をホープトラカナーをエクシーズ召喚。さらに重装合体ライオンホープレーンの効果、このカードはちなみにモンスター効果を無効にする効果と、装備する効果に名称対象はない。これによりゼロウェポンイーグルクロー装備、これはちなみにトラップカードを無効にする効果なので。そしてゼアルコンストラクションを発動。ゼアルコンストラクションの効果によりダブルアップチャンスをデッキに戻し、ゼアルサーバスを手で加えていく。これあんま やらなくてもらったことですね。そして、ゼアルウェポンライトニングブレードの効果、このカードの効果により希望をホープモンスターに装備。ライトニングブレードが装備されている場合ゼアルウェポンカードは相手の効果では破壊されない。そして希望をホープドラゴンの効果、エクストラ距離フランケンを特殊召喚。そしてハイパーランクアップマジックユートピアフォースは下に重ねられるぜ。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるか。そして相手のドローフェイズ、ホープトラガーの効果発動。オーバーレイユニットを2つ使い、エクストラデッキよりナンバー38ヒモカイリュータイタニックギャラクシーを特殊召喚。さあかかってこい。盤面全部埋め尽くされて草。あ、マジックミストしか、エンディミオンか、なるほど。いや、このデッキ手数めっちゃ多いから注意が必要だな。マジックラボ、はい。ちなみに今あの盤面だけで8妨害があります。盤面だけで8妨害あります。デスワキアの効果を発動、相手フィールドのモンスターカードが効果を発動した場合、これモンスターカード扱いなんでね、ペンデラルモンスターは。オーバーレイユニットを2つ使い、そのモンスターを吸収。つぅー、圧倒的ペンデランメタ、あまりにもペンデランメタ。これやばくねえか、この盤面。魔法カード1回無効、モンスター効果3回無効、フィールドのね、フィールドのモンスター効果3回無効、デスマキナでモンスター効果が発動したら吸収、ドラグラーで攻撃宣言時攻撃力0にする。でフランケンで何でも効果無効で、イーグルクローでトラップ無効ですね。いかれてますね。
これ行かれてるだろ、これこれ行かれてるだろ、このデッキで。ペガサスインセーバーの効果、相手がフィールド上で発動したモンスターの効果を効果消費者に無効にしていく。ナルキンゴブリン、だから全ての全てのなんかあれ止めればいいんじゃね、効果行かれたるだろこれ、行かれたるだろこれ。さあ相手に1ミリも1ミリも可能性を与えない。相手が発動したカード全部無効にしてったわ悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。分裂するマザースパイダーはちょっとこのベビースパイダーね、入れなきゃいけないのマジでゴミだね。このゴミさえ出さなくていいなら強いんだけどな。これドワーフから行ってこれ無効にされたら何もいけません。アナモはそうですね、これはこのハンドの場合っていう基本的にはオノマトピアから行った方がいいんですよ。止められた場合ね、オノマトピアに向こうって言われた場合に一応番長出してケアできるんで、ケアというか一応貫通できるんで、まあそれやった方がいいんですけど、ドワーフの効果から入ってこうもし通った場合の展開がすごいのでそれをお見せします、ね。まあ、これアウディアンモンストだな、ラッキー。展開が通るんだったらこの動きが一番強いですよね。この3枚コンボ、ゴゴゴギガース持ってくるでしょ。はい、で番長の効果とでオノマトピアを特殊召喚、ここでオノマトピアの効果使いたいんですよね。でオノマトピアの効果でゴゴゴギガースを出すっていう動き、はい、これですね。はい、でですね、これでオノマトも残しながらゼアルサーバーを出せばいいから、こことここでホープセージ出してでしょ。 OK でホープセージ効果、まあちなみにこれ一応なんかエクシーズ版ジャンドとか言われてるんですよ、ホープデッキって。いや正直ね、ジャンドとかよりも気にならないから簡単ですよ。なんでかっていうとレベルが同じなんでマジで簡単ですよ。なんでちょっとなんかジャンドとかと比較にならないレベルでね、全然覚えやすいからルートとか。マジでこういうデッキ使いたい人、展開系のデッキでなんか先行めっちゃ妨害したいみたいな人はこういうそのデッキ使うのがめっちゃおすすめ。はい、でこれミラリーオーホーム出てるんで、一応これ以降のなんかモンスター効果は一応ケアできるというところですね。まあもう遅いですけどね、こんなタイミングでケアしたところでみたいなところありますけどねで5号ギガスとアセンドセージで召喚して、ホープダブルで汗の聖地効果、一応だからこれが基本ムーブではあるんですよね。一応その今回マザースパイダーが使いたくてマザースパイダー入ってるんですけど、マザースパイダーなしで普通にまあ十分強いんで、別にマザースパイダーまでやる必要はない正直元もこのないこと言っちゃうと。でユートピア持ってくるで、ライオ効果発動、ゼアルウェポンを装備できるので、ここでまあペガサスが基本的にはいいですけど、まあ流行ってるじゃないですかトラップデッキが、そういう場合はイーグルクローがいいと思います。まあペガサスかイーグルクローかは環境によって変えるみたいな感じですかね。イーグルクローはトラップカード無効で、ペガサスはモンスター効果無効なんですよ。でモンスター効果結構無効いっぱいあるんで、なんかイーグルクロー装備しちゃうのも結構ありです。はい、まあ、一応ねこの後にフランケン出そうと思うので、まあ、フランケンで一応トラップカード1回無効にできるんですけど、トラップ2回向こうに来た方がいいなっていう環境であればイーグルクローを出すことをお勧めしたい。リホープラン出していく、でユートピア4殺動で、ホープランの上に重ねてドラグナー出す。ドラグナーはね4歳にすると、あちなみにこれロイヤルなんですよ、かっこいいでしょ。で、ホープドラグナーの効果発動してオーバーユニットを2つ使って、でここでフランケン出していく。これちなみに何でも効果向こうにできるんですよ、表側のカード手札コストを切ればフランケンって。だからね、割とねそういう効果があれば別になんか何でもいいんだけど、まあ一応フランケンにしました。拮抗勝負が結構飛んでくるんで環境的に。さあこれで一応妨害数的にはまあ 1,2,3,4 妨害ぐらいは立ってる感じ。いや5妨害か、5妨害ぐらいは立ってます。一応ねモンスター効果が2回無効で、3回無効で魔法カード1回無効、トラップカード1回無効みたいな
で攻撃誘導があって攻撃力はゼロにするっていう効果がありますね。はい、さあなかなか強力な盤面にはなっている気がしますがけどね。はい、パレイドリア呪眼か。いやこれで強いんだよな。まあちょっとパレイドリアはさすがに希望海流で止めていくか。まあ、最短の時間って言われるパターン結構ありそうだけど結構ありそうだけど、最短って言われたらまあしょうがねえな。最短はもうしょうがねえから甘んじて受けれるしかねえ。サリエル、なるほど、効果発動。まあこれは未来流王で止められるので、未来流王で止めてパクる。はいはい、で相手のモンスターパクリングする。はい、よし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 、いいぞ。はい、オッケー。もう結構バトル、やばい、キックあるじゃんこれ。よかった、フランケンいて。これ2枚やめてね。でフランケン効果、手札を1枚捨てると、これねキック勝負無効できるのマジで偉いんだよね本当に。ちょ2枚重ねだけやめてほしいんだけどね。キック勝負2枚重ねだけはマジ聞いてない。一応ライオンホープレイでイーグルクローを装備しときゃよかったってなるパターンがたまにあるからそれだけ注意なんだけど。はい、さあ止まってくれ。あ、大丈夫そうだね、メインツ入ったもんね。キックを2枚重ねっていうガチでやばいこと起きるからな。ゴルゴネイオの時間、はあお、やることなくなったか。やることなくなったなまあ普通にね、石膏取って何も妨害なかったらこの敵多分ね、まあ大体負けないです。はい、バトルフェーズ入りますか。まあ一応ライオンホープレイで装備しておきますか、適当にゼアルウェポンを。さあゼアルウェポン装備で、イーグルクローかライトニングブレード装備できて、でこれでバトルフェーズ入ってぶん殴っていくと、ゴー、まあ、これが圧倒的先行番長と言われるゆえんだよな、コープの誘発とね、高校がね結構弱いからね、そこだけ注意かな。緊急テレポーティング、なるほど、ノーパンクセアミン、うわーやべえこと起きた。バダブルアップチャンス引くなって毎回言ってんだろまあ一応ちょっとあのゼアルコンストラクションを引ければ戻せはするんで、まあ、そこでケアできるっちゃケアできるんだけど、一応ね。これマザースパで引いてほしいな。マザースパ引いてくれたらまあなんか意外となんとかなりそうな気が。マザースパイダー結構ね妨害踏んでくれるからね、優秀なんだよね、高校からでもね手数になるから、うん、それが割と優秀ではあるんだけど。でフォクシーチューンが出てきて、あーじゃあ待って、ディアノートが出てきて、レベル8シンクロ、はい、炎山機マグマ、炎山機マグマ、これカオスルーラーじゃないんだ。あーこれアルティミットのビシュバルキンかな、これね。あのパンク、そうパンクギミック使うとアルティメットのビシュバルキン結構簡単に出るんで、なんかパンクギミックめっちゃ優秀なんだよ。あ、やっぱそうだ、アルティメットのビシュバルキン中南のレベル8の、ね、シンクロモンスターって結構優秀でね、あいつくらいしかないんだよ。何置きこれ、あスカルデッド、なるほど、スカルデッド出てきちゃった、なるほど、はい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 、もう4枚ドローね。何してんのか分かんないけど、なんか ここからなんか先行暗記とかなんか僕されるんですかね。ディプロドクス爬虫類やなくない、うわ出た、エキドゥーナちゃん、エキドゥーナちゃん、ちょっと待って、攻撃力ゼロのモンスターの数までデッキから80力加える、やばい、5枚サーチきた出た、5枚サーチきた、イカレサーチからきた。レプティレスエキドゥーナの効果、相手のフィールド上の攻撃力ゼロのモンスターの数だけデッキから80力モンスターを手札に加える、やばすぎやばすぎ。うわこれ激キモモンスター来るよこれ、激キモ、うわ出た、激キモモンスター来た。ゴシンクロって何、あゴルガーさんじゃん、ゴルガーパイセンじゃないですか、久しぶりですねゴルガーさん。表側のカードをなんか戻すと、カウンターをばらまけるっていう効果がありまして、これなんかセルフバウンスのギミックとしてとても有名なカードですね。はい、セルフバウンスギミックだからあれかな、古代遺跡攻撃貼ったのかな、やばい5枚ドロー、いかれてんだこれ、バンシー、はあなるほど、あアンデッドワールド貼る、はあはあはあ、謎効果発生してんなこれ。え、この800バーンとかいう不死式冥界砲とかいう謎カードでこれ死ぬの、もしかして。センセックス代償、通常モンスターを墓地を送って
して墓地のモンスター特殊召喚スラトルデゴルガー、なるほど、スラトルデゴルガー効果、表側のカードを戻すよ効果、はいはいはい、え、それ戻したし、あ、先制復活の代償をもう一回使えるのかこれ。あ、でカウンターが置かれていく。で遺跡コード A 発動、不死式冥界砲発動。え、これもしかしてあれか、え、これゴルガーループってやつやべえ、え、これゴルガーループってやつですか。なんか表側のカードを一生戻し続けるとってセルフバウンスでカードを使い回しまくるっていう、あのこれもしかしてこの伝説のコンボ始まってる。先制復活の代償、通常モンスター墓地送る、でソラトリでゴルガー特殊召喚で、ゴルガーでセルフバウンスして、でまたゴルガー墓地行ってカウンター乗ってみたいなことですかこれ。やば、え、なに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 、どういうことどういうことどういうこと、いや、やっぱ300秒きついって。